君と見た世界さあ始まりの鐘が鳴る We are the city now トムです。乱開発の準備をするべく新線引いて沿線整備してまた新線引きたくなってを繰り返していたら半世紀経っていた。何を言っているかよくわからない柚木ゆかりです。さて前回はアンドロメダ某所の熊林から首都機能の一部移転に伴う環境整備費として年間5000経円の予算が投入されることになりました。横瀬市もその機能移転の対象地に指定され海運に恵まれたこの地は学園艦などの大型船舶の製造拠点が置かれることとなりました。今回はそんな人口爆増混雑し深木フラグをへし折るべく南開発の準備を進めました。マップは2090年の様子です。まだ海も山も健在ですね。ゆかりちゃんが海全部埋め立てると聞いて。おいやめろ、死んでしまいます。まず横瀬市を効率的に管理するべく地下鉄全路線を一括管理する新会社横瀬環状鉄道を設立しました。環状路線じゃない件について。湾岸沿いにぐるっと路線が散らばっているので環状です。路線などの設備はそのままで車両とその運行のみ新会社が行っています。ロゴは某環状鉄道からバクリスペクトしています。車両は先頭車を郵便車両に改造した京王線系を使用。郵便トラックがパンクしたり整備が追いつかない都市部の輸送網整備も兼ねています。現在は25路線を運行しており、今後敷設される路線は自社で建設していく予定です。次は新線開業です。3つの幹線を開業しました。新線は郊外エリアと都心部を効率的に結ぶべく160キロ以上複々線以上を想定して建設準備工事が行われています。複々線以下はもはや鉄道ではない。各路線を簡単に紹介していきます。早風新線は観光線と急行線がそれぞれ複々線で構成される路線です。急行線は E4 系新幹線が快速扱いで運行され長距離通勤も快適に過ごせるようになっています。全東北が泣いた110キロ制限区間もないので快適ですね。縦十字線は名前の通りマップを高松から横瀬内湾を縦断して青函地方面までを結んでいます。車両は地球で最強と呼ばれる車両を160キロ対応改造して使用しています。最短距離を遠慮なく結んでいるので新幹線と互角に戦える程度の速達性を実現しています。次は縦があったら横もあるということで横十字線です。こちらは外山から横瀬の外岸線を九州合併しメキシコ市までダイナミック延伸しました。横瀬から夏期間は三複線と10車線道路が整備されており、2車線道路パッチが正式リリースされたらいつでもフル稼働できるように準備されています。車両は強風に負けそうな車両を使用。外山からメキシコ市まで通し運転する通勤快速は外山から横瀬でノンストップ運転していたりします。なお車両にトイレはついていない模様。そしてこの横十字線縦十字線の交点に大規模埋め立てのベースとなる洋上プラットフォームを建設。現在はただの乗り換え駅ですが、ゆくゆくは海上輸送やバスなど様々な交通網の連接点となっていく予定です。今日もご安全に。ちなみに埋め立て予定地は 600×400 マス程度あるので長く苦しい戦いになる予定です。開発規模をインフレさせすぎて自滅するパターンですね。わかります。新路線整備に伴い横瀬駅もちょっと強化されました。海側の港をリニューアルして用地を確保、高速線ホームを1路線あたり3面6線から4面8線に増やしました。駅規模はまだまだ小さい30線程度で駅戦闘力は311万となりました。比較対象が荒すぎて強いのかよくわからないですね。お隣の縦須賀も増築、ホーム不足が顕著だった高速線も増線されています。駅戦闘力は204万と比較的接戦となっています。各社の既存路線も車両更新を進めました。長距離幹線は160キロ改造したよくある通勤型へ置き換えました。関東の車両は長編成が組みやすいので便利です。横瀬本線全通約150周年記念として特別急行を復活させました。車両は
当時と同じ LMS の充電仕様です。当時はまだ170キロで走行できる区間が少なかったですが、全線高速対応した現在はその力を余すことなく発揮しています。運行ルートは上下で異なっており、横瀬方面行きは梅園で方向転換して湾岸環状線経由となっています。これはまだ海峡横断ルートがなかった当時の本線ルートを意識したものとなっています。湾岸環状線は複々線化工事が行われており、右回りルートを先行開業させ特別急行専用として使用しています。月4本しかない列車専用とはなんと豪華な使い方。横電も競争力を高めるべく、メキシコ市まで伸ばしてあった支線を本線と直通させました。速達性では2ヶ月や横鉄の新幹線に移るため、沿線主要駅との連絡輸送をメインターゲットとしています。複線に5種別詰め込んでいるので、よく詰まりますが仕様です。複々線化不可避。横鉄も負けずに東西ルート構築を進めたよ。その池から新早風まで連絡線を建設。これでメキシコ市を経由せずに東西連絡が可能となったよ。需要が多いので32両編成でもカツカツだったりする。また峠越え回避ルートを構築して郵便輸送ができるようにしたよ。メキシコ市の玄関口としてメキシコ貨物駅、メキシコ空港にも貨物駅を新設して航空便での郵便ルート構築もしたよ。平松空港はまだ旅客専用なので一歩リード。そして柴山貨物駅は郵便以外にも熊谷方面のエネルギー資源輸出拠点も兼ねているよ。あらゆる星の資源を食い尽くす熊谷。怖い。長年ボロいままだった日立国鉄も設備更新しました。霊岩線はやっと全線電化、霊岩新線の複々線化を進めました。車両も北関東感あふれる車両に更新。 E 電は安定の160キロ改造されています。新線は速達化された快速の上にさらに特別快速を設定し遠近分離を図っています。旧線は普通列車のみになりましたが、速度は向上しているので問題はありません。のけものにされる旧線。最後にあまり取り上げられないコーラですが、こちらも強化されました。バナマ運河に代わりニカラズマ運河が開業。カリブメキシコ領の所要時間短縮を実現しました。途中のニカラズマ湖は水位が高いため運河エレベーター的な何かを設置して通行するようになっています。今回は建設パートとかなしでそのまま走行パートへ行きます。走行区間は復活した特別急行でカリブ中央から横瀬まで乗り通します。ではどうぞ。
Mm-hmm.